武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は龍谷大学の国語の勉強について話していきたいと思います。国語ですが、時間が60分で大問が3題、出題されており、大問3題のうち2題が現代文、の評論ですね、で1題が古文、という形になっています。で、まあ、基本的に、全てマーク方式、ですね。で、まあ、時間60分に対して結構文章は特に、まあ、現代文の評論の方が、長めというか、になっていて、まあ、かなりセンターの形式に、近いような、要は選択肢が割と長めな、問題が多く、なっています。で、まあ、知識的なものとしては漢字や四字熟語、なども出ていますので、こちらはしっかりやっておいた方がいいでしょう。で、読解がメインの、出題と、なっています。なので、まあ、こちらに関してはですね、しっかり入れておきましょう。で、まあ、言葉の意味など、聞いてくるような、問題も、ありますので、こちらに関してはですね、まあ、現代文キーワード読解だったり、まあ、もしくは本当に辞書で調べたりして言葉の意味をしっかり覚えるようにしておきましょう。で、文章が長い分、どうしてもその時間に対しての焦りっていうのが出てきやすい、傾向となってますので、まあ、時間を計ってしっかり終わらせるように。で、最悪その間に合わなそうな時はですね、変に一問に時間使いすぎず捨てる覚悟を持って、進むようにしていきましょう。で、古文も割と、文章全体が長いので、うまくその選択肢などを駆使してですね、自分で全訳をしっかり丁寧にやろうっていう形じゃなくて、答えが当てられるような読み方をするという意識を持っておきましょう。で、文学史の、問題など出てもいますので、文学史ちゃんと確実に正解しておきたいという場合には、文学史の参考書など、まあ、スピード攻略文学史などですね、追加でやっておくといいでしょう。以上が国語の勉強となります。